こんにちは、リリナナです。今日は編み物じゃないんですけども、と私はこの100円ショップのレース糸で、こちらを最近ボタンをつけるときに使っているんですけど、もうこのまま入れ物に入れていたらもうすごい邪魔なんですよね。やっぱりそんなにたくさんボタンをつけるときに使うわけじゃないので、なので今回はこれはボタンを入れてるケースなんですけど、100円ショップで買ったボタンだったりとか、違うところで買ったボタン、ウッドビーズとかウッドボタンが結構多いですね、最近使うのが。でこんな感じで100円ショップの木製のピンチ、これに巻いてこう収納しようかなと思ってます。でこれだったらなんかね、巻きすぎるとそんなにここが開かなくなっちゃうんですよね。でも少しだけ開けばここのちょっと挟んでおけるので全部取れることはないから、ちょっといいんじゃないかなと思って、今日はこれにちょっと巻き付け作業をしていきます。買ったものはダイソーさんの木製ピンチナチュラルカラーの18個入りのやつですね。大きめのやつ。バーコードナンバーはこちら。サイズが 2.8×0.4 って何があれなんだろう。7センチぐらい、ここが7センチぐらい、7センチちょっとで、ここの幅が1センチぐらいのものですね。あ、これだ、 7.2×9mm のものになってます。これにこう最初は溝のところにこう入れるっていうか、この辺でこうぐるぐるただするだけで、そうすると場所も取らないし使いやすそうかなってちょっと今は思ってます。これをもうずっと使ってたわけじゃないので、今回なんとなくそうしてみようかなと思ったので、でレース糸として普通にドイリー編んだりとかモチーフ編んだりとかする分にはこのままでもいいんですけど、私みたくちょっとボタンをつけるのに糸みたいな感じで使おうかなっていう方だったら、ちょっと邪魔ですよね。このまんまだと。で私は最近そのボタンにいろんなカラーで普通に縫い糸として使うのがお気に入りなので、ボタンケースのところに一緒に入れておきたいなと思って、この入れ物どこだったっけな、多分セリアだったっけな、のものになります。
大体でこんな感じで収納していこうかなと。ちょっと可愛くないですか？なんか結構よく言ってるんですけど、私はダイニングテーブルっていうか作業部屋みたいのが2階にあるんですね。でいつも撮影するのが下1階のそのリビングなので、その持ち運ぶときにこういう入れ物に入れてもうドバッと持ち運ぶんですけども、作業部屋だったらこのまんまでも置いといて全然大丈夫なんですけど、持ち歩くときだと私はもうこの色にしようって決めるわけじゃないから、結構いろんな色を見比べながらこれにしようかなあれにしようかなって、ああでもないこうでもない言いながら作ったりしてるので、たくさんそのレース糸の玉を持ち歩くのが結構大変なんですよね。なので小さいものにこう巻いとけるのはいいかなと思って、あと100円ショップでもなんていうんだっけ、木のボビンみたいなのとか、あとはあれ厚紙でできた、厚紙でできたやつかな、あのこういう形のやつ、糸をつけとくやつみたいのもあったんですけど、でボビンとかだと可愛いんだけど切れ目あの糸をこう挟んどくところがなかったから、うーんって思ってて、もう毎回なんかテープで留めておくのもめんどくさいなとか、でせっかくだったらちょっとおしゃれっぽいような可愛く見た目も可愛い感じがいいなってずっと考えていて、何がいいかなって、でなんかおかしくなっちゃった、木製のピンチだったら結構可愛いんじゃないかなと。思います。なんかおかしい。あららららら。なんか巻き直したりしてる方いらっしゃいますかね。なんかこんなのかわいいよとか、なんかぐちゃぐちゃになっちゃった黄色。どうしよう。まあいっか。緑で最後
でこう小さくなるんだったら、小さくなるっていうかこんな感じで収納するんだったら他のカラーもいろいろ揃えたいなってちょっと思いました。なんか場所を取るから、だからあんまりいろんな色を揃えられないなっていうのがあったんですけど、これだったら可愛い。で次回、そうだ、次回予告をしようと思ってたんだ。次回、もうたくさん編み方を教えてくださいってもうだいぶ前からお話をいただいていて、でもずっとお断りをさせていただいたものがあったんですけども、作ってくださった方ももうたくさんいらっしゃるんですけど、こちらのメジャーカバーの作り方をアップしたいなと思います。もう撮影も終わってあとは編集だけなんですけど、やっとで、なかなかそのお手持ちのメジャーを使ってくださいっていうのがサイズもあるからなかなか難しいんですけど、今回はダイソーさんのメジャー、こちらのロータリーメジャー 1.5m、 こちらを使って説明をしていこうかなと、説明をしていきましただな。バーコードナンバーこちらですね。でこれと糸は、私は今回セリアさんのフラワーガーデンを2本取りで編んだんですけど、コットン糸とかあとは毛糸でも4号ぐらい、4号針で編むようなぐらいの太さの糸だったら大丈夫です。なのでベーシックコットンでも大丈夫だし、あとはなんだっけな、コットンデニム、セリアさんのコットンデニムでも大丈夫でした。いろんな糸で結構編んでみて、一つしか買ってなかったのでまずコットンデニムで作ってみて、で編めるって思ったらまたほどいて、でベーシックコットンで同じものを作ってみて、あこれでも OK ってほどいてっていうのをやってました。で最初に作った時は一番最初インスタに載せたんですね、こんなの作ったっていう感じで。でその編み方を教えてくださいって言われて、私が持っていたメジャーがそのみんな同じサイズなのかが全然分かんなくて、でどこで買ったメジャーだったのかも分かんないんですよね。多分ダイソーかセリアかどっちかだと思うんですけど、黄緑っぽいような黄色っぽいような感じの、なんかね絵が描いてありそうな、絵じゃない字かな、かなり前に買ったので、みんな同じメジャーかどうかわからないから、だいたいこんな感じで編んだよっていうのはお話しさせていただいて、で前に私が使っている道具の説明の動画でもこんな感じで編みましたっていうお話をさせていただきました。でそれを見て編んでくださる方もたくさんいたんですけども、やっぱり編めないっていう方もいらっしゃって、でああどうしようって思いのほか
この動画に結構ね、このメジャーが映るたんびにそのメジャーが気になりますみたいな、編んでみたいっていうお話をたくさんいただいて、うん、でもメジャーってそんなにたくさん買うもんじゃないしなとかって思ってたんですけど、でもせっかくだったらそんなにたくさんお声をかけていただくんだったら、もう適当にじゃなくてちゃんと編み図として残しておきたいなと思って、今回はダイソーさんのメジャーを使ってこちらを作りました。でカラーも何種類かあったんだよな。前ダイソーさんの購入品の時にもお話ししたんですけども、グレーとあとは水色があったような。で5センチ幅ぐらいのメジャーになります。で糸もお好きな感じで使っていただければ、そんなに細いのとか太いのじゃなければ編めると思うので、で今回は玉編みと長編みと細編みだけでできるので、一緒に編んでいただけたらなと思います。自分の好きな糸でこう作ると愛着も湧くし、結構可愛いなって思います。私も前に白で編んで、たまたま近くにあった糸がこれだったっていうだけで編んでみたんですけど、なんかね他の方のを見たらすごい可愛い糸で編まれていて、ああ失敗したと思って、ちょっと作り変えたいなって思ってたところだったので、ちょうど良かったです。なので次回こちらの編み方をアップするので、ぜひ作っていただけたらなと思います。ロータリー、ダイソーさんのロータリーメジャー、結構ねセリアさんが近くにないっていう方もいらっしゃって、でダイソーさんの方が近くにあるっていう方が多いんですよね。なのでダイソーさんのメジャーを使ったんですけども、糸は何でもいいと思います。ぜひよかったら作ってみてください。はい、今回はレース糸をこちらに付け替えるっていう動画でした。これでちょっと持ち運びが便利かなと思います。でまたなくなったら補充みたいな感じで巻き直す。あ、やっぱり4個ぐらいでいっぱいになっちゃうかな。ちょっと可愛くないですか木製ピンチっていうだけでちょっとおしゃれな感じがするかもしれない。黄色失敗した。でも使う時もこう取れば、使いやすそうな気がします。でもしレース糸とかでボタンをつけてる方で、なんか邪魔なんだよねって思ってる方、こんな感じもいかがでしょうか。ダイソーさん、あれセリアでもあったような気がするな、木製ピンチの。ダイソーさんの中では多分一番大きいやつかな、 72×9mm のものを使って私は収納しました。でこの入れ物は多分セリアさんだと思います。でボタンはこんな感じで、他にもジップロック、小さめのジップロックにもパンパンにボタンが入ってるやつがあるんですけども、それは結構プラスチックだったりとか、あとは母にもらったボタンだったり、もう本当に古い感じの
だったりとか、あとは処分する洋服についてたボタンを結構私は取って、このボタンかわいいっていうのはボタンだけ取ってでお洋服は処分するっていうことも結構あるので、そのボタンだったりもいろんなのが入ってる入れ物があるんですけども、でその中からいろいろ探すのが大変で、今作品作りに一番使いそうなボタンで皆さん手に入りそうなボタンが100円ショップのボタンので、私が好きなウッドボタンだったりウッドビーズだったり、昆虫ボタンもちょっと少なくなってきちゃったから買い足さなくちゃなとは思ってるんですけど、多分これはなんだろう、洋服についてたやつかな、なんか入ってるでこんな感じで収納して試作を作るときにこれを持ち歩いてます。皆さんもよかったら何か参考になればいいなと思います。で次回はこちらの編み方をアップします。まだメジャーカバー作ってない方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に編んでいただきたいなと思います。では今回はただ巻き巻きした動画だったんですけども、また次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。